こんばんは、別府ブルーバード劇場の、森田真帆です。実は、先々月から、ラインナップを決めてゲストも決まって、雑誌はもう2ヶ月前から取材に来ていただいて、ラジオ、テレビ、地元のローカル誌、いろいろと新聞も取材していただいたりとか頑張っていたんですけど、ちょっと実はチケットがですね、まだ全然売れていないという現状にぶち当たっておりまして、ネットがですねまだ90枚ぐらいしか売れてなくて、リリー・フランキーさん、牧陽子さん、阿部サダヲさん、あの白石和也監督、豊田俊明監督、中原翔子さん、小柳孝也さん、高野八生さん、もう本当にすごい人たちがいっぱい来るんで、もうブルーバード劇場に本当に来てもらいたいんですけど、もうなんで90枚しか売れてないんだよ。今日も一応大分市の方までね、2人で行って商店街回りまくって、ポスター貼ってもらったりとか、チラシを撒いたりとか、いろいろとやってるんですけど、難しいです。どうしたらいいか本当に分かんなくて、困ってます。ぜひ力を貸してください。あと1週間なんで、何卒よろしくお願いします。